投げたやつだ、放送席、マリーンズファンの皆さん、お待たせしましたヒーローインタビューです。今日のヒーローは今シーズン2勝目を挙げました涌井秀明投手です。しっかり締める投球、どう振り返りましょう。まあ、そうですね、まあ、持ち味が出たかなと思います。持ち味が出たかな、難しい演技ですね。そうですね、まあ、大地がヒーローだと思ったんですけど、まあ、呼ばれて今何を言おうかちょっとテンパってます。さあ、そんな中で今日は時代が変わって令和、白星発進です。いいスタートになったと思います。そうですね、今回いいスタートをしてきて、まあ、新聞で令和初のコンクちょっと狙ってましたけど、まあ、でも勝てたんですごい良かったです。そしてチームはこれで4連勝を乗っています。平成を勝利に締め、新しい時代も勝利、時代をつなぐいい試合になったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、昭和生まれの平成と令和をつないでいいのかと思いますけど、まあ、何でもよく勝てたなと思います。ラジオはミスターゲームにもかかわらずたくさんのファンが来てくれました。最後にそんなファンの皆さんへメッセージをお願いします。今日もすごい、力になる応援ありがとうございました。明日も、明日は早いのでもう早く帰ってください。
バファローメーダーオリジナル歌詞に就任しました。ビーズオリジナルメデー2019を皆様と一緒に盛り上げます。また特定1万本様を対象に2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 万本様を販売します。言いたいところはその先を伸ばさずにサーチへ言ってほしいです。以上、お知らせでした。藤岡先生の応援歌、よろしくお願いします。ゆけ藤岡雄大、夢見たその先へ、勝利を呼ぶ一打、今放て。藤岡雄大、特にですね、まあ、ここ大阪ドームでやってるんで、関西芸人
関西圏ではご大事なくてもいいんですけれども、5試合ありますんで、応援団に入ってみたいなとか、試合の合間とか、試合前とか、時間の時に、助かりますので、ぜひぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。お知り合いいらっしゃったら、ぜひご紹介のほどよろしくお願いします。ということで、応援団、はい、応援団で、精神とか特に聞こえません、経験、特に聞こえませんので、いや、行けよ、お前。はい、ということで、最後に発車の決めまして、岩下選手を下まで来ました。頑張ってるように祈りまして、最後3本目、お茶色くん、よー